程度熱が通ったなと、ちょっと髪の毛があったかくなってきたなというぐらいで外してあげると、まあ、毛がしっかりつくので。こんにちは、大阪のトランクで働いている千秋です。今日はこの絹帳を使って小手巻きの簡単なやり方をやっていきたいと思います。まず横は全部外羽に最初毛先をしていくので、で2つに割って毛先を外羽に1カールぐらいしていきます。先に毛先を巻くのは巻き残しがないようにするために最初全部毛先を巻いていきます。どうしても小手で巻いてると巻き残しが出てきてしまうので、それを防ぐために最初毛先をバッと全部巻いていきます。でこっちも一緒です。後ろも中で割って、ここを外羽にします。上の面を外羽にしていきます。こんな感じで全部外羽になっている状態です。次に今度は上を巻いていきます。今度は縦で取って、だいたい5センチ幅ぐらいで取って、まあ、毛先は巻いてるので中間を巻いていきます。この巻いた時にこのまま外しちゃうと結構きつい巻きになっちゃうので、熱がある程度通ってきたら外して、外して、で熱があるうちに手でほぐします。で5センチぐらい取って、今度はさっきリバースに巻いたので次はフォワードに巻きます。で毛先はさっき巻いてるのでそんなにしっかりやらなくてもいいんですけど、一応毛先まで巻きます。こんな感じです。でこっちも同じで、こっちはヘビーサイドって言って量が多い方なので、ちょっとこっちよりもスライスの数は多くなると思います。でここもリバースに巻きます。でこれも熱がある程度通ったなと思ったら外して、外して、で熱があるうちにちょっとほぐします。これを全部交互にやっていく感じです。この時緩くなっちゃうとあんまりしっかり巻けないので、しっかりテンションをかけてこの面がしっかりと絹帳に熱が通るような感じで巻いていきます。サイドが大体こっちが2本、こっちが3本っていう感じで巻きます。次後ろ、後ろは真ん中で割って、ざっとでいいので、ここも大体2分割ぐらい縦で割って、ここがリバースフォワードだったので、次リバースに巻きます。で、結構厚めに取ってるので、髪の毛多い人とかは熱が通りにくいので、しっかりと熱が通ったなと、ちょっと髪の毛があったかくなってきたなというぐらいで外してあげると、巻きがしっかりつくので、こんな感じで巻いていきます。また熱があるうちにちょっと手でほぐして、でリバースフォワード、リバースで次がフォワード
熱通ったなと思ったらまた外して巻いて外して毛先こんな感じで反対側も同じ真ん中で割ってリバースフォワードリバースだったのでこっちはフォワードから巻いていきます。私は髪の毛が多いのでこのぐらいのスライス取ってますけど熱が通ればもっと少なめのスライスで取っても大丈夫だと思います。でここまで巻いたら最後鏡を見てもう少しカールが欲しいなというところに細く取って巻いていきます。毛先は巻いてるので中間を巻くイメージですね。こんな感じでもう少しカールが欲しいなってところにこのぐらい取って巻きます。あんまりグリグリに巻きすぎても緩巻きにしたいんですけど強くなっちゃうと嫌なので100均とかでもいいのでこうやって合わせ鏡で後ろとかも見て、まあ、ある程度巻かれてたらいいかなって感じなのでちょっとやっぱり後ろも巻きが足りないところは合わせ鏡で見ながら巻きます。ここ後ろはまあ見えないので巻かなくてもいいんですけど全体のバランスを整えるという意味で巻いた方が可愛くなるのではないかと思います。最後にワックスかバームを髪全体に軽くなじませます。巻き終わりがこんな感じです。結構ゆるっと巻いてる感じなのでお出かけ前とかちょっとしたデートとかにすごくやりすぎずやらなすぎずでおすすめなのでぜひ試してみてください。ありがとうございました。